11月2日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、人間味あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。違和感あるわそれ。鼻で笑いましたね。そのフレーズ違和感あるわもうちょっとなんか違うフレーズできないもんだろうか、なかなか素敵だと思います、なかなか素敵ですか、うん、いやいや、それがね、今一番気になる話題を忖度なく語れないんですよ。あら、今日ね、東京来てね、はい、大阪から東京へ来て、あ、新聞の見出しの大きさが全然違うんでね、今日大阪の新聞、まあ、大阪っていうのは大体あのいわゆるその全国紙と呼ばれる4つの新聞ありますよね、でそれぞれ大阪本社っていうのがありますから、で大阪本社は別の編集をして別の一面をつけるわけですよ、で、まあ、一面トップは、まあ、いわゆる昨日の大阪都構想の住民投票は両方も一面に来てるんですが、大阪の新聞の見出しはですね、そうだな、今までこれだけの大きな見出しって3年に1回ぐらいあるかないかの巨大見出しですね。そんなに大きいんですか。はい、まあ、東京来ると普通の大きさの見出しで、で、まあ、基本的に東京も分かってないなとこう思うのは、東京もだけじゃなくて、実はね、大阪で取材してる人もほとんど分かってないと思いますよ。例えば今日の朝日の夕刊の素粒子っていうコラムのところで、論争10年投票2度巨額の税金も投入って書いてあるんですが、論争10年っていうのがね、ああ多分そういう見方なんだろうな、よく橋本徹氏がこれを言い始めたとかってよく新聞に書いてありますよね、全然嘘でね、確かに大阪都というネーミングはもしかすると橋本徹がしたかもしれませんけども、構想自体っていうか、このままだと大阪は死ぬよねっていうような話で、こっちの方向に向けて議論が始まったっていうか、動き始めたのが今の松井さんあたりが動き始めたのは、私が知ってる限り2003年ぐらいですから、2003、だからもう17年ですよ、なんとなく橋本徹という人間が核になってというふうに、例えば東京のメディアとか思ってますよね。まあ、大阪でもあの取材経験の浅い人はみんなそう思ってるんですけど、これ実はもともとのプランニングしたのが朝ので朝あいや維新で今ね、参議院議員で政調会長までやってんのかな、浅田仁っていうおっさんがいるんですよ、この浅田仁っていうおっさんと、それから松井一郎、基本この2人が2000年代の初頭に大きな絵図を描いて動き始めてる話なんです。それで最終的に橋本徹は、まあそこの、まあ要するに大阪知事を取るための看板として担ぎ出された形なんで、いや、よくできた見越しではありますよ。だから自分で考えて自分で動けて、大阪都構想みたいなネーミングも作れる、あのよくできた見越しではありますけれども、ベースを築いたのは実は松井一郎さん。なんか新聞読むと、橋本徹が辞めた後松井一郎が引き継いだって書いてある新聞ありますが、完全な事実誤認で、基本はその浅田仁と松井一郎というこの2人が自民党の大阪府議時代に考えて、で大阪府議で自民党でも賛成する人と反対する人がいたんですけど、この大阪府議の自民党団、自民党の大阪府議団をパーンと2つに割れて飛び出してできたのが、まあ今の維新の原型で、で残った自民の人たちが、まあ今回の住民投票で反対に回った自民党の人たちという構図で、実はその2003年からずっと見てるんで、私は。だからまあ、言える話、言えない話も含めて、内実、むっちゃ詳しいわけですよ。そうしたときに、どこまで言えるかっていうとですね、なかなか難しいっていうか、まあ今のタイミングだから言えるんですけどね。ただね、今においてもなかなか言いづらい問題が一つあるのは、この間ね、自民党、いや、政府の人かなんかと話してて、下野さん、今回の住民投票どうなりますって話をされたんで、多分否決じゃないですかねっていう話をしたんですよ。住民投票が始まった告示の段階では、圧倒的に賛成の方が多かったんですけども、その後のこの状況を見ると、もうとにかくね、まあ、朝日新聞もそうですけど、毎日新聞がひどかったんですが、告示日過ぎてからのネガティブ報道がものすごかったんです。で、それでまあ、世論がちょっとずつ動き始めるのを見てですね、あ、これは否決に向かうよねっていうのは、もう1週間ぐらい前には感触として掴んでて、で、まあ、そんな話をして、で、その政府関係者がですね、どうして、松井さんじゃなくて吉村さんを出さないんですかって
いうわけですよ、ね、だこれにはまあ表向きの理由はいくつもあります。例えばまあ今現状において大阪市が今回どうするかという、私は大阪府民ですけど投票権は今回の住民投票ありませんから、うん、大阪市民にしか住民投票がありませんから、はい、だから今回投票したのは大阪市の人たちだけですから、はい、で、一応大阪形の上では大阪市のトップは今 松井一郎さん で、はい、で大阪維新という政治集団のトップも松井一郎さんだから、松井一郎さんが出てくる方がまあ整合性取れるよねって話なんだけども、うんうん、宣伝したい側からすると当然弁舌爽やかで、ね、人気ありますし、あの人気のあるあの吉村さん出した方がいいじゃないですか、ところがね、春先から今回の大阪都構想に関係なくあの吉村さんをテレビに出すと一部の政治勢力からものすごいクレームが来るんですよ。一部の政治勢力放送法違反だって話になるわけですね。放送法第4条にはこう書いてあるんですよ、はい、意見の対立している事柄についてはできるだけ多面的に論点を明らかにすること、政治的に公平であること、これはまああの日本放送のアナウンス室長であるところの増山様よくご存知で、私が改めて言うまでもないんですが、この放送法第4条というのがある意味精神的な大きな放送業界にとっては足かせになっていることは間違いなくて、これ改正しようじゃないかという動きも実はなくないんですよ。この話しだすとね、恐ろしくややこしい話に紛れ込みますから今日はもう触りしか喋りませんけれども、私過去あの政治家見ててこの放送法第4条を含む制度改正について言及した政治家って一人しか知らないんですよ。あ、お一人いらっしゃるんです、ね、一人いるんです。安倍晋三という政治家は総理大臣の時にこれを言及して、はい、まあそれで実はあのそれまで身内だった放送局からもぶったたかれ始めてですね、大変なことになっていくっていうのを目撃してるんですけども、ただこの放送法第4条問題っていうのは相当昔からあってですね、はい、ただまあご存知のように今私が空で言えるくらい、まあ、この業界の人間にとってはもう絶対守らなきゃいけない大原則の中心として政治的に公平であることってこうなるわけですよ、はい、ところが4月以降新型コロナで吉村大阪府知事を出すと、対立している政治組織から放送法違反だと、いやだってコロナ対策で知事に出てもらうのしょうがないじゃんって言うんだけど、いやこれはもうあの秋に大阪都構想の投票住民投票があるかもしれないのに、一方の側の代表する人間もいやそれ聞くのは都構想の話は一言も聞かないし、コロナの話しかしないんだけどって言うんだけど、コロナの話で吉村さんをテレビに出すだけですげえクレーム来るんですよ。それも単なる視聴者からのクレームじゃなくて、放送法第4条違反で、放送法違反で放送局に責任取らせるっていうアプローチの仕方なんですね。なるほど。そうするともう当然のことながらと言うべきか、その告示の前でもそうなわけで、告示後どういうことが起きてるかというと、吉村を出すんなら出ないと。ところがね、政治的に公平であること、意見の対立している事柄についてできるだけ多面的に論点を明らかにすることって書いてあると、一つの政治勢力が出ないっていうと、番組成立しないわけだよ、うんうん、賛成派と反対派と両方出して議論しなきゃいけないんだけど、維新が吉村出すとなると対立陣営は吉村だったら出ませんって話を水面からしてくるわけですよ、そうすると放送局としても賛成反対両方出てもらわないと放送法第4条違反と言われかねないと、そうするとじゃあどうしたらいいですかって、松井一郎なら出るっていう話なわけですよ、そうすると松井さん出してくけども、ぶっちゃけ言っちゃなんだけど吉村と松井だったらまえこれ以上は言いません。これ以上はあの松井さんに失礼だから言いませんけど。ね、ということで、実は私2003年からこの話をもう本当につぶさに、もう日々刻々世論の動きも含めて、前回の住民投票の分析も今回の住民投票の分析も完璧にできてんだけど、さあどこまで喋るべきかなとこう思っていたら、今日なんかあの4時台は、はい、大阪の記者の方ブッキングしてくださるという方で、そうなんですよ。その人に喋ってもらおう。その前にワンコーナー辛坊さんがあのいやいやいやまとめて喋るコーナーありますんで、ちょっと私喋ると本当にコアな話になりますからね。だからこれちょっとだから今の現行放送法上どこまで喋れるのかって話になっちゃうのでややこしいでしょ、うん、いいんですよ。だから私もねこの商売やめりゃいくらでも喋れますけどね。で商売やめるとですよ、この放送局の出入りだって禁止になる可能性があるわけで、そういうことですね。そこまではね、そうなるとやっぱネットであるとか、はい、違う媒体でって話に、だから今ねいろんな意味で放送局は自分で自分の手を首を絞めてるよなと。で鬼滅が典型なんですよ、はい、あの私長いことこの放送局にいて、うん、
実は過去地上波がもう終わるんじゃないかと思ったことは3回ぐらいあったんですけど、はい、その度に生き延びてきたんですね、うん、例えば一つは BS 放送が始まった時にこれはもう一つの電波で日本全国をカバーできるんで、まあ、いわゆる地方ごとに免許が与えられている現在の放送局のシステムはもう時代遅れになるだろう、うん、とするとドッカーンと東京から BS の電波を上げて全国支配するとその電波に日本国中のテレビ局が取って代わられるという予言があったんですよ、でそうならなかったのは大きな声では言いづらいけれども、はい、そんな話ばっかりしてますね基本的に、はい、じゃあその BS 放送の免許を誰に与えるかっていう時に例えばソニーとか松下とかトヨタとか、うん、そういうところに免許を与えるという方法もあるわけですよ、ところが日本はこの放送免許というやつは基本的にまず新聞社の系列のテレビ局に一つずつ与えましょうと、はい、でその新聞社の系列のテレビ局が BS も一つずつ持ってったのね、だから要するに既存の放送局の大きな体制を BS は引き継いだんで、はいはい、だから既存の地上波局としては BS をメインにして組み立てて全国放送にするとローカル局も困るし、ビジネスモデルにも影響するということで本気で BS を育てようという気はおそらくなかったんだと思う。だから BS が誕生したからといって地上波の脅威にならなかった、はい、つまり BS は系列だったから、はい、ところがですね、まあ、そんなことが過去何回もあって何回も地上波テレビはこう危機を乗り越えてきたんだけど、今回の鬼滅の刃で完全に情勢が変わったなっていうのは、今までこの手のアニメって必ずテレビ局が後ろへついてて、エンドロール見るとテレビ局の名前が入ってるわけですよ。今回の鬼滅の刃はテレビ局のエンドロールが入ってないんで、初めからこれソニーっていう大会社がアニメを作って、それを放送局は単なる出口の一つとして番組販売で放送させますよと、はい、じゃあ収益の柱はどこですかっていうと、まあ、そういうところである程度ブームを起こして劇場で映画でドッカンと稼ぐとか、ネットフリックスであるとかアマゾンプライムであるとかっていう動画配信サービス、つまり今までは電波しか動画を家庭に届けるツールがなかった時代は、当然テレビ局が出資をしてそこがスポンサードしないとアニメなんか入らなかったんだけど、今回の鬼滅の刃はおそらく私の知る限りテレビ局抜きでこれだけのヒット飛ばした初めての多分現象で、いろんな映像メディアというか動画メディアがパラダイムシフトを起こし始めた、まあ、エポックメイキングなというか、テレビ局にとってはこれほど脅威な話はないというぐらいの現象が実は今起きている。鬼滅の刃って鬼滅の刃が切ろうとしているのは鬼の首じゃなくて違うものではないのかという、実はそういう見方をこの間から私はずっとこの映画見てからしててですね、はい、偉い時代になったなって、あれ大阪とこそからずいぶん外れたぞ道が外れましたけど、まあ、いいでもなるほどと思いますね。じゃあぼちぼち行きますか、はい、じゃあまず株と為替の動きからです。今日の東京株式市場、日経平均株価は6日ぶりに反発しました。先週金曜日に比べまして318円35銭高い 23,295 円48銭で取引を終えました。先週相場が大きく下落したことを受けまして、好決算発表銘柄を中心に自立反発狙いの買いが入りました。で、好調な中国の経済指標のほか、日本時間の今日発表されましたアメリカ株価指数の先物が堅調に推移したことも追い風となったということです。で、為替相場は現在1ドル104円75銭付近で取引されています。先週木曜日のこの時間に比べますと40銭ほど円安になっています。いや、今週はなんつったって明日11月3日アメリカ大統領の投票日ですから、はい、まあ、日本時間では、水曜日の午前中になりますけれどもね、はい、それまではちょっと神経質な感じになるんじゃないかと思います。さあ、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後すぐのニュース解説ズームオン1本目は大阪都構想住民投票を終えて辛坊さんが語らないよもうこれ以上そうなんですか、はい、まあ、一応こういう項目立てております。で、4時台のズームオンは産経新聞大阪本社の河村直也論説委員に大阪都構想住民投票の現場で、ね、感じたことを伝えていただきます。5時台のズームオンはヨーロッパの新型コロナ対応にズームします。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。ぜひ参加してください。メールの方は zoom@1242.com、
番組を聞いての感想などツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは先週末から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。今年の春以降、大手居酒屋チェーン5社の閉店した店舗数は全体のおよそ1割にあたる420店に上ることが分かりました。民事再生手続き中のアパレル大手レナウンが東京地裁から再生手続きの廃止決定を受けました。レナウンはすでに主要ブランドを売却しており、今後は破産手続きに移る見通しです。新型コロナ対策の持続化給付金の不正受給が相次いだ問題で、自主的な返還の申し出が6000件以上ありました。このうち751件分にあたるおよそ7億9200万円はすでに返還されました。沖縄県の尖閣諸島沖合の接続水域を中国当局の船が航行した日数は今日で283日に上り、年間最多となりました。今年の NHK 紅白歌合戦の司会者が発表されました。白組は俳優の大泉洋さん、赤組は女優の二階堂ふみさん、そして総合司会は内村照義さんと桑子真帆アナウンサーです。そこまで言うか。さあ、日本放送ではね、この紅白歌合戦、はい、NHK で発表されましたが、我が日本放送では毎年12月24日の正午から翌25日の正午までね、はいはい、24時間生放送でお送りしています。ラジオチャリティーミュージックソン、今年のねメインパーソナリティが発表されました。キスマイフット2とストーンズというね、楽しみ、頼もしい皆さん、イケメン系ですね。そうですよ、イケメン。ストーンズは知ってますよ。シックストーンズって書くんですよね。そうですよ。なんで知ってるかというとですね、私がこの番組を今年の7月から始めるにあたって、番組表というのを作っていただいて、それでこれどっちが表か論争があったんですけれども、裏と表に顔写真が2つ載っておりまして、片面が私、はい、片面がストーンズのイケメンの兄ちゃんということでですね、これ私は一方的に私の方が表紙だと思って、裏表紙はなんかジャニーズのイケメンが載ってるねって言ったら、辛坊さんそっちが表だと思いますって言われて、ああそうか、そっちが表か、 なっちゃいましたから、あのそうなんですよ。で一瞬でタイムテーブルなくなったって話を聞いて、はい、俺の人気はすげえなと思ったらどうも違うらしい。わからないですよ。どうも松山さん笑いすぎでしょそれ。おかしいでしょそれ。いやいや、私は辛坊さんが表だと思って、あれ一瞬でなくなってですね、なんかプレミアついて、売買サイトみたいなところに出品されてたというような話まで出て、俺の人気はすげえなと思ったら、とんでもない勘違いだったわが。その皆さんが12月24日から、はい、ラジオテッチャリティミュージックソンをされるということですね。昨日からキャンペーンも始まってますので、ね、そうですか。ぜひホームページ、いや、そら盛り上がるっしょね。さてニュースを振り返ってですね、一番最初のニュースですが、居酒屋チェーンの店が続々閉店してるよって話なんですが、はい、あのね、どうやらね、駅のに近い条件のいい店ほど閉店してるらしいですね。で、それは当たり前っていうか、なんちゅうかですね、駅に近いと家賃高いですから、固定費すごいんですよ。お客さん来なくて、まあ、固定費の安いところはですね、まあまあ、なんとか踏ん張ろうかと思いますけれども、駅の近くで家賃の高いところは、それはもうお客さん全然来ないのに、こんな高い家賃払ってられないということで、駅に近い条件のいい店から、あの閉店が始まってるという、まあこの状況がちょっと続くと、ヨーロッパもね、新型コロナでロックダウンをもう一遍始めちゃった国も多いですけれども、そういうところから話聞くと、結構やっぱりあんまり日本で報道されてませんけれども、外国でも店やってる人たちのブーイングはものすごいみたいですね。はい、そしてレナウンがついに、まあ潰れちゃったっていうことですか。ただね、ブランドはもう、いくつも他のところが買い取ってるところもあります。はい、私、先週末ですね、比較的大規模の講演会は、3月以降、本当に初めてっていうぐらいの講演会を日曜日にやってきたんですが、それ行くに際してですね、
半年間スーツ着てなかったわけですよ、ね、で私基本的にここへ来るときに、まあ、あまりあの綺麗ではなさそうな衣服を着てくるじゃないですか。若干あの数年間洗濯していないジーパンとかですね、どこで拾ってきたのみたいな、そうそう、あのついには着るもんがなくて、この曲で1枚あの T シャツもらったこともありますからね。まあそんなこんなで、でスーツ着てなかったんですよ。ところが私あのその久しぶりに公演をやることになって、はい、日曜日にスーツを着たわけですが、これがね私が一番お気に入りのダーバン、ダーバン、これダーバンレナウのブランドで、これ、ね、多分ねダーバンはアクアスキュータムと並んで、はい、確か大阪の用品メーカーかなんか会社がねブランド買い取ってるはずですが、だからダーバンとそれからアクアスキュータムなどレナウさんからいくつかのブランド名は残るはずなんですけど、はいはい、で半年ぶりに着てみたんですよスーツを、はい、お気に入りのスーツを、ショックでした。もしやウエストが入らない。そうですか。たった半年の間で入らない。だから毎日スーツを着てると、はい、そのスーツに合うように体型を整えていくっていうか、入らないと困るから、ちょっとね苦しくなったらね、じゃないですかね。じゃあまあその苦しくてギュッと締めてると、体に悪いとは思うんですけど、なんかこう苦しいからこう歩くときに腹筋強化してお腹引っ込めながら歩くわけですよ。でお腹引っ込めながら歩いてると腹筋の強化になるわけです。ところがねこの半年間スーツを着る機会がなかったんで、あの数年間洗ってなかった。あったダボっとしたジーパンみたいなやつ履いてるとどんどん腹筋が緩むんですね。ちょっと油断したんじゃないですか。半年ぶりに、いや半年前はこのスーツは着られたはずだと、お気に入りのダーバンだと、入らないんですよ、すごいショックでしたね。これはいかんと、これはちょっと本格的にホットヨガでも行かなくちゃいけないと。あ、そうですよ、ヨガは続いてるんです。というところに、ヨガですか、入会して一月半経ちました、はいはいはい、なんとこの一月半のうちに2回も行ってしまいましたよ、そのあたりをもうちょっと見直していただけるとね、きっとスーツも喜ぶ。ダメだなこれね、はいはい、新型コロナの持続化給付金の不正受給ですか、まあ制度も悪いけどね、ただこれ6000件以上、そう実際の不正受給は桁外れに多いでしょうね。もっと多いですかね、はい、だってね制度自体がねもうあの去年1年間の確定申告書を出してくださいね、去年1年間が例えば1200万円の収入だったとすると、はい、1月平均で100万円ですよね、で今月どこでもいいですから1月でも去年の年収の半分、あ月収の半分、はい、だから去年の年収が1200万だとするとみなして1月の収入が100万円になるわけですよ。そうするとどっかの月で50万円を下回ってると、企業だと200万円、個人だと100万円を上限に出ますよっていう、はい、そういうシステムですよね、でこれ本当はダメなんですけど、例えば農業などで収穫期には収入があって、そうでないと収入がありません。トータルで去年は1200万円ありましたけど、去年も例えば8月と10月しか収入はありませんでした、トータルでそれ8月と10月で1200万円だったんですっていう人は、これ形式上の要件は満たすわけですよ。そうですね。例えば5月0円です、はい、去年の平均月収は100万円で、はい、5月0円ですから、法人化してれば200万円ください、個人だったら100万円くださいって言ったら、建前としては新型コロナの影響で所得が下がったということが理由になってるんだけど、新型コロナが理由で下がったかどうかの証明なんかできないですよ。できないから逆に言うと、見かけ上の要件だけみんな満たしてると、実はその農業の人は、今年1年終わってみたら、去年と同じ1200万円の収入はあるかもしれないんだけど、でも法人だったら200万円、個人だったら100万円入っちゃうっていう。ほら、まあもともとここまでね、緩いと、そりゃちょっと、いや僕は学生だけど本当なら働いてたら収入はあったはずだみたいな考え方をするとできなくないわけで、きっとやっぱね、もうこう不正受給はとんでもないっていうのは簡単だし、とんでもないし、私なんか基本的にどんどん摘発しろとね、見せしめのためも含めて刑事事件にしてとっ捕まえろとこう思うし、そう言うんだけど、でもねちょっとこれ制度があんまりにも緩すぎるよな。で制度が緩くなった大きな背景としては、マスコミが遅い、もっと早く金配れってマスコミがガンガン言うもんだから、政府もですね、その細かい要件をもうちょっと詳しくすると、時間的に時間がかかったって言ってまた怒られますから、今回のいわゆる大阪都構想でもメディアの役割っていうのは実は本当に大きかったよなと思うんですが、
はい、ここは予定通りこの大阪都構想に関して私が喋る時間がなくなりました。これは計算ですね、はい、きっとね。これは完全に今日は計算でやってます。まあ、4時台にはねたっぷりとこの大阪都構想のね住民投票私が喋るんではありません。いや辛坊さんも産経新聞の人が喋ります。喋ってくださいね。以上ズームオンでした。11月2日月曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。メールをご紹介しましょう。この方お名前、はい、ありがとうございます。ここから読んでですか。8月浅瀬のビーチで出会ったガタイのいいプロレスラーみたいなお兄ちゃんです。シンボさんがね、沖縄のね旅行中に沖縄のビーチで今結婚式用の写真を撮りに来てますと話してくださった人ですね、はいはい、いきなりガタイのいい兄ちゃんが近寄ってきたんで殴られたらどうしようと思って身構えたというそういう話です。はい、そうでね、無事に10月31日に結婚式を迎えられました。おめでとうございます。おめでとうございます。ということはその結婚式の時にあの時撮ってたね、ビデオ写真が役に立ったのかしら。ねえ、で実は1週間前に会社で体調不良者が出てしまい PCR 検査まで行ってしまい、ええ、自分はたまたまその方と一緒に食事をしていたため濃厚接触者に該当してしまって、一時はどうなるかと思いましたが結果は陰性で、クリアだったんですか。無事に式を迎えられました。そうですか。それはちょっとドキドキされたでしょう ね。いやなかなかね、はい、がたいのいい兄ちゃんとね、すごい爽やかなね色白 の奥様とですね、いい感じのカップルだったんだよ。 それで私は素敵な女性がいるなと思って、何にも下心なしだよ。単に、はい、素敵な女性がいるなと思ってその女性を見たら、はいはい、横に兄ちゃんがいて、この横の兄ちゃんがつかつかつかっとこっち歩いてきたらそりゃ身構えるでしょ。まずいと、これはまずいと、これどんな因縁つけられるんだろうと。そしたら辛坊さんですかとか言われてですね、そう驚いたというで、ね、そういう話でございます。実はこの方ね GoTo を利用して今日から辛坊さんに出会って沖縄に来ています。だってそれはそれは今日快晴ですって。快晴ですか、はい、沖縄でもね、ほとんどのビーチは泳げるのは10月末までなんで、だから11月今日2日か過ぎちゃったらあんまり泳げないのかな。ビーチによったら泳げるのかな。ただ快晴なら基本的にはね、昼間ならまだ泳ごうと思えば泳げますから、はい、楽しんできてください。もうね、出会えたこと一生の思い出ですっていうお言葉までいただいてますからね。いやいや、こちらこそありがとうございました。お幸せにお過ごしください、ね。さあ、あなたからもメールお待ちしていますのでね、こちらまで zoom@1242.com zoom zoom@1242.com ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後大阪都構想にズームします。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。大阪都構想の出口調査、無党派層の6割が反対に投票。産経新聞によりますと、昨日行われた大阪都構想の住民投票の出口調査で、今回賛成に回った公明党の支持層は賛成が 48.4%、 反対が 51.6% と割れていたことが分かりました。また無党派層の 60.2% が反対に投票しました。さあ、ではここで大阪都構想の取材に当たられました産経新聞大阪本社の河村直也論説委員と電話がつながっています。ご苦労様です。はい、こんにちは。はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。河村さんはあれですか、どういうご経歴ですか。私は大阪本社でずっと普通の記者ですよね、をやってきて、今は編集員兼論説員、いろいろ社会部とか文化部とかいろいろやってきたんですけど、編集員論説員という形で、もう各方のプロパーですね。あれですか、産経新聞っていうのは大阪本社採用っていうのがあるんですか。あ、ございますよ。あ、で基本的に大阪本社採用っていう方は、川村さんはあれですか、入社からずっと大阪にいらっしゃるんですか。いや、東京に単身赴任で行ったこともありますね。そうですか。ええ、で大阪戻ってらしたのはもう10年以上前でしょうかね。ああ、なるほど。十数年前ですね。東京行ったのは2年ぐらいですから。はい、ああ、いや、戦後史を中心に憲法問題とかですね、はいはい、歴史問題とかそういうことを割とやることが多い、書くことが多いんですけどね。なるほど、なるほど。ということは今、はい、ある意味ライフワークってどんなことになります。
それがですか。そうですね、戦後の日本の、まあ、おかしさというか、そんなことを考えながら仕事してますけど。いや、この間ね、いろいろこうね、日本の国って一体誰がこれ動かしてんだろうみたいな話を、去る方としてたことがあって、結局結論が出なかったんですけど、河村さん、これ日本の国って誰が動かしてんだと思います？ね、もちろん国民が、政府が動かしてるんだけれども、要するに戦後間もなくできた戦後体制ですよね、はいはい、その制度設計の歪みみたいなものが、やっぱり今もずっと残ってると思うんですね。これどこが一番それ感じます？それはやっぱり例えば憲法で、戦力の保持を禁じているようなこととかですね、はいはいはい、それから、まあ、具体的に最近のニュースで言えば日本学術会議、あれも戦後間もなく占領下で出発したもの。そうですね。それから今回の都構想にしてもですね、はいはい、問われているのはこれ、まあ、都構想の賛否は、住民投票では結論が出ましたけれども、日本の自治制度そのものの、あり方っていうのがこう問われてたわけで、この日本の自治制度もやっぱり戦後地方自治法っていうのは憲法と同じ年にできてるんですね、はい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 、憲法と違って地方自治法は何回も改正されてますけれども、やっぱり日本を占領した GHQ っていうですね、はい、連合国軍総司令部が相当こう意見を出したようで、その制度疲労みたいなものがいろんなところで出てきてるんじゃないかなっていうふうに。それで言うとね、まあ、今回まあ大阪都っていうか、まあ政令指定都市であるところの大阪の権限の強すぎるところを、まあ、削除しよう、削減しようというところが発想の原点だと思うんですが、これ同じように政令指定都市って日本国中にありますよね。私素朴な疑問なんですけども、なんでその屋上奥を重ねるような政令指定都市みたいな制度を作っちゃったのかなというのが素朴に思うんですけどね。あれね、確かちょっとこれ今手元に直接の資料置いてないんですけど、昭和31年に政令指定都市っていうのはできてるんですよね、はい、最初5つでスタートして今30になってるのかな。そうですね、今ものすごく増えてますよね。であれ確かですね、なんかの名残だったんですよね。そこ今すぐには資料がなくて出てこないんですけども、はいはい、なんか強い権限を持った都市を作りたかったのを、なんかの事情でストップかけられちゃったのかな。あれはね、GHQ の問題ではなかったと思うんですけども、なるほどちょっとね、そこね、そこまで話がいくと思わなかったんです。いや、ごめんなさい私もね、ごめんなさいね、素朴な疑問を聞いてしまいまして、いやいやすいません、いきなりでごめんなさいね。逆に言ったら河村さん、はい、ちょくちょくラジオに出てきて解説お願いしますよ。いやいや、私でよろしければ。いやそんな風に資料が今なくてうろ覚えですなんていういい加減なこと言ってたらもうあれでしょ、役に立たないでしょ。いやいや、そうじゃなくてね、そこが偉いですよね。私ならね、うろ覚えでも適当なこと言ってごまかしますけど。いえいえ、これもう本番で流れてるんです。流れてます、流れてます。あんまりうっかりしたこと。いや、大丈夫です気にされないでください。はい、気にされないで。いや、それでね、でだからまさに政令指定都市の大阪、この問題の発火点っていうのは結局その大阪府っていうものが器としてあまりに小さくてですね、例えば横浜とか北海道とかっていうと全然じゃなくて、神奈川県とかっていうの、福岡とも違って、日本で一二を争う小さい面積の大阪に、強大な権力を持つ大阪市と大阪府と、それはで大阪湾という一つ核になるものがあって、そこに面している自治体としては、これは揉めるよねっていう、もともとなんかその今回の大阪都構想がどうのこうのというよりも、非常にその日本の都市政策の構造的問題が背景にあるんだよなっていう気がずっとしてるんですよ。そうですね、特におっしゃった通り、大阪府っていうのは面積が非常に小さいですから、そこに大阪市というこの強大な権力を持った権限を持った市を置いてるもんですから、二重行政の問題っていうのはやっぱり他の府県、政令指定都市を抱えている他の府県よりも多分
かなり強く現れてきてたと思いますね。そうですね。だって北海道で札幌っちゅうても、北海道は北海道で道としてやるべきものと札幌市がやるべきものと明らかに違いますけども、大阪の場合は大阪府がやるべきものと大阪市がやるべきものと、これが非常にそれは揉めるよねっていう構図にはなってましたよね。最近はね、維新が、大阪維新の会という政党が、こうずっとこの10年ほど、大阪府知事と大阪市長を取ってるものですから、そうですね、大阪府知事と大阪市長を取って、なおかつ大阪市議会、大阪府議会ともに最大会派が維新ということになると、揉めずに済んだっていうことですよね。だから、この10年は、20年ほどは、非常に府と市が音を合わせて、例えば2025年の関西大阪関西万博ですね、誘致なんかも協力しながらやってましたし、そうなんです。私ね、誘致に成功した時の写真を見ててね、これ15年前ならどっちが前列に座るで重めに揉めたよなっていうそのレベルなんですよね。そうなんですよ。府と市が高いビルを競い合って確か建てたとかですね。あそこ1メートルしか違わないですよ。 WTC、ワールドトレードセンターとそれからリンクゲートタワーと、あれ最初に市が建て始めて、次大阪府が建てた時には最後半年間だけ大阪市が建てた方が西日本一高いビルで、半年経ったら1メートルだけ追い越したっていうほとんど漫画みたいな話ですからね。あれ、それはこれは維新の都構想を推進してた維新の側、松井さんなんかがおっしゃってるのは、不幸せ、大阪府の府と市が合わさると不幸せってやつですね、が合わさって不幸せだっていうようなことを言ってきたんですけれども、今回はただ結果はもうやっぱり出たわけで、やはりあれなんですね、5年前の2015年の平成27年ですね、の住民投票と非常にもう結果は似てるんですね。極めて似てますね、これね。極めて似てます。顕著なのはもうそういった具体的な結果の分析とかいかないですか。いやお願いします。顕著なのはやっぱり年齢差と、それから、年齢別と、それから地域別ですね。で、年齢別ではその産経新聞の、出口調査ではですね、30代から50代は賛成が多いんですね。で、60代から70歳以上っていうのは反対が上回ってるんです、70以上になるともう6割を超える方が反対になって、これ前回もほぼほぼ同じような数字なんです。そうですね、そうですね、あと地域別で言うと、もう今回前回とほとんど同じでですね、いわゆる大阪湾に面した湾岸部、それから、大阪の南部、南の方ですね、そういうところが反対に回って、市の中心部、心斎橋とか御堂筋が走っているようなところ、それから、梅田のある北区ですとか、大阪駅のあるところですね、そういうのが全部賛成で、これはもうほぼほぼ地域的にも、重なってます、前回と。で、ただ分、これ、やらないっていうふうに維新は言ってるみたいだけれども、またやっても同じような結果になるんじゃないですか。いや、僕もそう思います。基本的にね、これ何回やっても当面は同じでしょうね。本気でこれ、維新に限りませんけど、今後誰かが同じことをやろうと思った時に、多分、大阪の構造問題があると思うんですよ。結局のところ、中間層みたいなものを増やしていかないと、投票行動変わらないですね、これは。そうですね、その市の北部とか中心部っていうのは、オフィス街でもあるし、それからそのマンションに住まれている、よそから移り住まれているような方も多いわけで、逆に湾岸とか南部っていうのは、その地域に昔からお住まいの方なんかも多いんですよね。昔ながらの住宅街があったりして、やっぱりそういうところで長くお住まいになっている方は、市をなくすっていうのには抵抗を持ってらっしゃるんだろうなっていうのが、2回の住民投票を通じてやっぱはっきりしましたね。そうですね、もっとはっきり言うなら、私ね、パッとこの大阪の地図を見て、ベルギーに似てるなと思ったんですよ。ベルリンですか。ベルギー、はい、そうか、地理的にはね、ベルギーってこれ、南のフランス語圏と北のドイツ語圏っていうのが南北問題で、豊かな北の地域と貧しい南の地域っていうので、国が二分されてて、あの
でもね、それはそこまで言うと、これ、大阪の方聞かれると、私、決して南北問題とはこれ、捉えないです。そこまで、なんていうのかな、豊かさ、貧さの話ではないと思うんですよ。いや、もうね、それね、でもね、それはまあ、そうおっしゃる気持ちはよくわかるし、言える範囲が限られてるのもわかりますけども、今、手元に大阪の24区別生活保護率表、一覧表っていうのを今日作ってみたんですよ。はいはいはい、もう大きな声では言いませんけれどね。いや、これは南北問題ですよ、これ。大きな声で言わなくてもね、それね、確かにそうなんですけども、南北問題って言っちゃったら、ちょっと私的にはやっぱりためらうかな、まあ、その気持ちは分かります、100% イコールじゃないですからね。そうですね、で、もう一つはやっぱり公明ですね、公明と、今回の選挙の鍵は、前回の5年前は9割、党として公明党自体が反対に回ってましたから、9割近い方が反対に投票してるんですね、5年前。今回は公明党として賛成に回ったんだけれども、だいたい五分五分なんです。そうですね、若干反対論が多いかなって感じですね、結果的に、ね、公明支持層の、そうなんですね、51.6% が反対、これ、弊社の出口調査ですよ、出口ですけれども、51.6% が反対ですから、党として賛成で回ってるんだけれども、なかなかこう支持層を思うようには引っ張れなかった。公明もでも本気で組織を動かした形跡はないですね、これね。これも言っていいのかな、やっぱり公明のその方でも、まあ、一応正面切ってはいとは言わないけれども、賛成だとは言わないけれども、内心はちょっとなっていう、なんていうのかな、本音で言うとそんなに協力できないよみたいなね、思いを持たれた方もいるやに聞いてます。そうだと思います。それに、まあ、逆に維新の側からすると、まあ、5割賛成ならおんの字っていう感じじゃないかと思いますね。基本やっぱり公明党と話をするに際して、府議会市議会でとにかく法案を通し条例案通してもらわないと住民投票に行けないわけだから、それじゃあ、まあ、大阪の衆議院の4つの選挙区に維新を立てないということを前提に住民投票をやらせてもらうというところまで、でそこからさらに組織を動かして賛成派っていうところまでどうも考えてたかなと思うと、そこまで多分考えてなかったような気がするんですよね。一枚ではなかったですよね、公明党さんはね。であと無党派の、はいはい、まあ、いわゆる6割ぐらいが反対に、そうですね、これがね、ちょっと私今回で一番実は出口調査で意外だったのはこの無党派6割反対っていうこの数字なんですが、これどう見ます？私もこれが一番意外でしたね。前回は橋本徹さんがですね、非常に、まあ、逆風も吹いたんだけれども、あの方は自分への追い風を作るのが上手な方だから、その党派の支持に関わらず、支持政党に関わらず、橋本のやることをだったら応援するみたいなね、そういうのがあったと思うんですけれども、投票にもね。今回は静かな選挙だったんですね、非常に。で松井さん、コロナの、新型コロナウイルスの関係もあるんですけれども、松井大阪市長も、それから吉村大阪府知事も、あんまりその橋本さんのように追い風を自分の方に吹かせていくっていうような選挙運動は終盤までやらなくって、まあ、コロナで街頭演説なんかも控えてたっていうのがあるんですけども、それ静かな中で、この選挙戦じゃない、ごめんなさい、住民運動、投票運動ですね、これが行われたので、その無党派の動向っていうのはその、風を吹かせるようなものには ならなかったと思うんですね。でじっくり考えてみたら、やっぱりちょっと不安感だなって思われたような方が多かったんじゃないかなと思いますね。まあ、そこなんですけども、やっぱりね、最後の票差が1万7000でしょ。これやっぱりね、告示後の一部のメディアの報道って非常に大きかったと思うんですよね。で、大阪市の財政局が試算した220億円ぐらい、毎年、要するに、まあ、都構想っていうか、大阪市を4つに分割すると、毎年200億円ぐらい余計に金がかかりますって言って、一面トップでバーンと関西で告示後に報道されて、翌日になって数字捏造ですみたいな話になって、小さな訂正が入るみたいなことがあったじゃないですか。あれでやっぱりね、2万票ぐらいは、もしかすると無党派含めて期日前投票含めて動いたいんじゃないのっていう気はするんですけどね。影響がゼロではなかった
とはもう間違いなく言えると思いますね。ただそれがどこまでの票数だったのかっていうのは私もちょっとわからない。これはわかんないですね。これちょっと論証のしようが逆にないですね。だからまあ、それは期日前投票でいつ行われた分がこうです、賛成反対っていうのが出てくるあれですけれども、基本住民投票に限らず、日本の選挙の開票って、開票日当日にダーンとテーブルの上にみんな期日前投票分も合わせてぶちまけてそこからカウントしますから、それがいつ投票されたものかっていうのは、立証しようがないですよね、これね。そうなんですよね。まあ、いずれにしてもモットで例えば吉村市長なんかはあごめんなさい大阪府知事なんかはコロナ対策でですね非常に評価を高めた方だったんですよね、はいはい、大阪府でのコロナ対策の陣頭指揮を取られて、はいはい、なんかツイッターではですねあんまり吉村さんが連日働いて疲れた顔をしてるもんだから吉村少しは寝ろとかねありますね吉村寝ろなんとか起きろってのがありましたねただその吉村さんの人気に今回は維新も当然ながら当てにしてたとは思うんだけれどもコロナで吉村さんを前面に出すっていうような投票運動は終盤までやられてないんですよね。いやこれコロナじゃないんですよもうご存知だと思いますけれども、うん、吉村村を動かすと今もう大変なことになってですねテレビ局が吉村さん使えないっていう現実がありましたからね。だけどまあそういう意味ではもともとのこの都構想の立案者である松井さんが前面で戦って敗れたということならある意味松井さん的にはねまあ諦めがついたんじゃないのって気はしますけどね。サバサバした顔してされてましたからね昨日の敗北の記者会見でも、まあ、でこの都構想っていうのはじゃあもう住民投票との結論は出たと思うんですけれども私は反対の結果になって、まあ、大阪市は存続することになったと思うなったんですけれども大きな観点で言えばやっぱりこう地方自治体制度のそのものの改革議論も含めてですね今後もこの大阪をどういうふうに良くしていこうかっていう議論はやっぱりしていくべきだと思うんですね。これまでのように当たり前のように都道府県があって、政令指定都市があって中核都市があってそれで当たり前のように今後もやっていこうっていうといろんな問題が起きてくると思うんですね。例えばこれ維新の側は都構想によってその経済成長させて大阪をもっと成長戦略を一元化させてですね大阪をもっと大都市にしていくんだということを訴えてたんだけれども日本の今国全体として考えたら単に経済成長だけじゃない問題がいろんなところにあるわけですよね。例えば深刻なのは限界集落の問題とか、はいはい集落消滅っていうようなことまで言われているような、そういう日本の現状が各地にあるわけでこれはそこの自治体だけが例えば村なり町なりが頑張ってもですねいかんともしがたいところがあるのでもっとやっぱり広域的にここの限界過疎化をちょっとでも防ぐっていうようなことをですねやっていくっていうような必要がもう出てきてるはずなんです。なので今回の都構想議論ではそういう問題はほとんど出てこなかったんですけれどもその戦後それこそ憲法と同じ年にできた地方自治法の、ね、改正されているとはいえそういう制度疲労を起こしかねない、仕組みに基づいて地方行政をやっていっていいのかどうかっていうのは今後もずっと議論を続けていくべきだろうと思いますね。地方自治について、非常に関心が高まったことは間違いないんでちょっと河村さん、はい、この国は一体誰が動かしているのかというこの大きな話でちょっと一遍また来てください出てください。ぜひよろしくお願いいたします。あれちょっと、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、産経新聞大阪本社の河村直也論説委員でした。11月2日月曜日時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。日本放送の増山さやかです。さあ辛坊さん恒例のエンディングリクエストコーナーですが今日ねどうしようかなと思ったんですけど、はい、ふっと今日午前中車を運転していて頭に浮かんだのがですね、うん、大竹栄一さんの君は天然色っていう曲があるじゃないですか、はいはい、これ曲自体はとっても明るくて爽やかで、なんでそれを思い浮かべたかというとですね今日朝から大阪雨なんですよ。で東京来てもこれどんよりしてますよね、はい、だこういう時は爽やか系の曲を聴きたいなと逆に思ったんですね。だからモノクロームじゃないですか、はい、景色がでやっぱり景色モノクロームなんで天然色君は天然色
と思って、はい、この歌の歌詞をもう一遍考えてみたら、君は天然色っていうタイトルなんだけど、思い出はモノクロームっていう歌詞が真ん中にあって、だから多分ね、うん、別れの曲なんだったと思いますよ、これ。はい、だから、すごい明るい曲調の爽やかなタイトルの明るい前向きの歌のように聞こえて、実は結構ね、いろんなこの思いが入ってる、実は複雑な曲なんで、結構今日の気分には、大滝詠一、君は天然色だなと。こう思ったわけでございますよ。いいかもしれないと。どうでしょうか。いいと思いますよ。ちょっとお願いします。歌詞なんかもね、よく噛み締めながらエンディングで聞いてみたいと思います。はいはい、さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見を24時間受け付けています。明日の放送で扱ってほしいニュースや話題などでも結構です。送ってください。辛坊さんもね、ツイッターチェックしたりもしますのでね。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズームです。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ツイッターといえばですね、今日ちょっと今どうしようか迷ってることがあってですね。何ですか。いわゆる大阪都構想をめぐって、はい、今日ちょっとあんまりもうこの話したくなかったんでやめたかったんですけど、はい、本番直前にですね、ちょっとあることを知りたくなってですね、横にいるサブディレクターの鍋ちゃんにですね、ちょっと調べてもらったことがあって、はい、で今図表を一つ作ったんですが、これ辛坊の旅 N っていうツイッターアカウントに載せて、メールマガジンで詳しく解説しようかなと今思ってるんですよ。はいはい、これ、まあ、表のメディアは絶対実際に伝えない、単なる事実を羅列してるだけの話で、一切思想的なことは入ってません。はい、単なる事実の羅列の図表なんだけど、はい、その図からいろいろ見えてくることがあるはずなんで、興味のある方は番組終了後にですね、辛坊の旅 N というツイッターアカウントにちょっと行っていただくと、ああ、そういうデータもあるんだなっていうふうに見ていただけるかもしれません。うんうんうん、はい、一つのね、その辛坊さんの考え方をね、はいはい、理解していただく。一つの、まあ、単なる事実です。はい。うんうん、はい、ということで、あなたからのご意見もお待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後のズームオンはこちらです。イギリス再び都市封鎖へ。新型コロナの感染拡大を受けて、イギリスのジョンソン首相は11月5日からロンドンを含むイングランド地方でロックダウンを再導入すると発表しました。期間はおよそ1ヶ月間。イギリス政府は休業する従業員に対して給与の8割を保証する制度を延長するとしています。なるほどね。はい、ただこれほとんど報道されてませんけれども、各国ヨーロッパも、まあ、一時期よりは確かにね、重症者死者も伸びてきてます。ただいわゆる第一波の時と全くその重症者も死者も数字の動き方が違うんだよね。はい、でそのあたりがほとんど報道されていないので実態が見えてこないんですけども、まあ、何回も言ってますけれども、ヨーロッパはもう南の方とそれから北の方で、特に北の方で言うと北欧の中のスウェーデンは一切ロックダウンとかしてない状況の中で、うん、今感染は収束してますから、ただ状況からすると、この間からこの番組でも言ってるかもしれませんけど、ネアンデルタル仮説って新しい話が出てきてて、ネアンデルタル人の遺伝子を持ってる人は重症化しやすいんじゃないのって、そのネアンデルタル人の遺伝子分布を見てみると、南ヨーロッパが多いんですよ、北欧に比べると。となると、同じヨーロッパでも、北欧と南欧とでは、重症化の度合いが違うんかもしれないなと。で、いわゆるそのフランスとかイタリアとかスペインとかっていうのは南欧、南のヨーロッパに属しますから、イギリスっていうのはちょっと微妙っちゃ微妙ですけどね、南欧には属さないんでね、どうなってんだろう。それから今のニュースで、イギリス政府は休業する従業員に対して給与の8割を保証する制度を延長するとしています。これもよく一部のワイドショーなんかで言うと、日本政府は何もしてない、イギリス政府は給料の8割を政府が保証してくれるんだって言うんだけど、今日本は事実上10割保証なんですよ。ただ違うのは、欧米の場合は、首切りますよね。企業はどんどん儲からなくなったり、会社が維持できなくなったらガンガン首切ってきます。首切られた後で政府が個々人にお金を出すわけですよ。はい、給料の8割出しますと、なると国民の側からすると、
あ、自分の生活を政府が助けてくれたとこう思いやすい、実感しやすい構造になってますが、はい、日本はそういう制度を取らずにですね、はい、雇用調整助成金といって企業の経営者にクビにせずに従業員の雇用を続けて、はい、なおかつその従業員が働いていないケースにおいては、で従来は雇用調整助成金というのは月額1日上限が8000いくら で、うん、でただしそれは会社もちょっと負担してねって言って、まあ、給料の、9割だとか3分の2だとかっていう上限設定があったんだけど、新型コロナの後制度を変えてですね、一応年内もうこれも制度としてもうすでに動いてる部分で言うと年内に関しては、従業員をクビにせずに雇用を継続した場合、その従業員の給料日額1万5000円を上限に、それも10割だから企業負担ゼロで、だから今自宅待機になってるけれども、はい、企業から給料が出続けてますっていうのは、それはまあ従業員の気持ちとしては給料袋をこう見ると、あ、給料払ってくれてるんだなと思いますけれども、今の日本の制度だと10割ですから 100% 政府がつまり税金で給料払ってくれてるわけで、はい、直接自分のところに金をくれるのは企業だけど、実際に金を出してるのは政府ということになると、これ国民は政府に感謝しないよねっていう構造的な問題があるん で、うんうん、で今日本で非常に大きな問題になってるのは、年内というふうに一遍発表されていた雇用調整助成金の、これもしこれ年内で打ち切りということになったら、1月になった瞬間にバンバン首切りが起きますよね。企業は従業員支えられなくなってますから、これは一旦延長するという方針は大枠決まりました。ただこれ延長いつまでするのか、その時に今の10割負担でなおかつ月額じゃなくて1日上限1万5000という制度を継続してくれるのかどうなのかっていう、この辺見えないと、ついに私先週のニュースで一番衝撃だったのがですね、はい、日本の有効求人倍率が1ギリギリのとこまで落ちてきてるんですよ、はい、今年去年から今年にかけてピーク時はね 1.6 倍ぐらいあったんです。つまり1人の仕事が欲しいっていう人に対して 1.6 個仕事があったわけですよ、はい、そうするとまあ多少襟好みしても仕事が見つかると、はい、ところが今ギリギリ最新のデータだと1まで落ちてきてますから、襟好みを全くせずに仕事が欲しいという人と求人とがちょうど数字が合致してるわけだけども、襟好み全くしないとかありえないじゃないですか。そうすると実質的にはもう有効求人倍率を1切ってるわけです。となると、はい、いくら頑張って仕事を探しても必ず仕事あぶれる人が出ちゃうっていう今雇用状況に日本はなってますから、で最新のデータで1ギリギリまで落ちてますから、多分この状況が続くと相場1を切ってくるだろうということになると、いくら雇用調整助成金で企業が雇用を継続してるって言っても、そろそろ巷に失業者が溢れかねない状況の中で、今の政策をこのまま続けていいんだろうかというそもそもの判断をしなきゃいけないんだけれども、そういう判断に日本はならないんだよね。これならない理由ははっきりしてましてですね、はいはい、今これ、感染症予防法上新型コロナは2類相当以上っていうことになってますが、はい、これ引き下げて何か起きた時にその厚生労働省の役人としては責任取らされちゃたまんねえと思いますから、とりあえずそっち方向の制度改革っていうか制度の変更にはものすごく慎重なんで、はい、全部現状維持のまんまどんどん雇用が失われていって、まずいよこれはっていう感じをね、私は当班移動してるとひしひし感じます。以上ズームオンでした。お送りしているのは大竹栄一で君は天然色であります。先ほどね、歌詞がなかなか深いよって話をしてたんですが、はい、まあ、作曲は大竹栄一さんなんですけども、作詞は松本隆さんで、でなんか恋人たちの別れを歌った曲かなとこう思ってたらですね、どうやら調べたらこの曲は作詞家の松本隆さんが、はい、亡くされた妹さんのことを思って詞を書かれたんじゃないの、 それに大竹栄一さんが曲をつけて、まあ、この大ヒットが生まれていくという、うんうんうん、どうもそういうことらしいですが、深いですね。本当ですね。改めてそうやって聞くとね、はい、いい曲です、はい、さあお聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダフを挟みましてショーアップナイタープレーボールです。そして日本放送、明日の朝6時からは飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターは早稲田大学商兵研究員政治アナリストの渡瀬優也さん、まあ、直前に迫りましたアメリカ大統領選挙の勝負のポイントを徹底解説すると、さらには
はい、渡瀬さんの方のプレゼントもあるそうです。あ、渡瀬さんが委託の番組ではね、徹底解決説ということになると明日のタイミングだから当然我々の番組もアメリカ大統領選徹底解説でしょ。任せてくださいよ、はい、アメリカ大統領選挙直前ということで、明治大学の運の元さん、ね、ちょっとみんなでモノマネしないでください。運のさんですか。うわ、むっちゃ楽しみ。私も楽しみです。まあ、運のさん本当ここのところ連日で朝から晩までワイドショー出まくってます。出まくりで言うとね、橋本徹って今朝、それ今日テレビ欄調べたんですよ。私が確認しただけで6番組。はい、すげえ橋本徹。すごいですよ。はい、いうことでございます。ましてね、また明日もお聞きいただくと、ちょっと失礼ですよ、その真似目。辛坊治郎、そこまで言うか。ここまでのお相手は辛坊治郎と日本放送の増山さやかでした。明日も聞いてちょうだい。